テキサス州アマリロにあるザビックサンステーキランチステーキハウスはビーフステーキに特化したレストランである。通常、これらのステーキは注文を受けた後に調理が行われ、ベークドポテトやロールパンといった副菜と共に提供される。また、ステーキハウスはチョップハウスという名称で呼ばれることもある。大多数のステーキハウスは、プライムリブ、コウシ肉といった部位も調理するほか、 魚介類の調理を行うこともある。ステーキハウスの源流となったレストランである、チョップハウスは18世紀、マトンやピジョンパイ、ステーキキドニープディングといったイングランド料理を提供する店として、ロンドンにおいて初めて登場した。当時のヨーロッパ大陸部の流行であった、料理の美を追求する新しいスタイルが流入してきたにもかかわらず、提供される。 食事の本質的な部分は19世紀後半を通じ、堅くクに維持された。チョップハウスは、通常男性のみ入店できる形態をとっていた。ステーキハウスは、アメリカ合衆国において19世紀後半に、伝統的な酒場付き宿からの発展形態として、誕生した。テキサスロードハウスアウトバックステーキハウスベイルズ、ステーキハウスの看板ポルトガルのブロックハウスのメニュー。 ステーキディナーパリにあるラントルコートサンジェルマン。ありがとうございます。